あれ面白い風でーす。はい、どうも皆さん、こんにちは、風です。ただいま、インドのバラナシにいます。はい、ということでですね、夜行列車でね、インドのニューデリーからバラナシに来た風ラユなんですけども、バラナシ来てからね、ニューデリーの排気ガスでやられた喉のヤバさと、さらにね、ちょっと天気悪くて、ここ2日間ぐらいね、ちょっと撮影できなかったんですよ。だから久々の撮影なんですけど、撮影できなくとも、やっぱ風はインドで生きてるわけだから、やっぱ外に出てね、飯食いに行ったりしてたわけなんですよね。その2日間でですね、インドに対して思ったことをちょっと言わせてください。まあこれは一海外系 YouTuber としてね、いろいろなね発言を気をつけるべき中で言わせてください。インド嫌いやね。はい、そうなんですよ。この2日間でね、もういろいろなことがあってね、もうインドもめんどくさいなってね、正直思っちゃいました。だからね、今日はね、カズラユがどういうところをどういうところを見てインド嫌いになったのか、こちらをですね、皆さんに説明しながら言っていきたいと思います。この動画はですね、皆さんにインドを嫌いにさせようという動画ではございません。こういう点を踏まえて、まあ俺は嫌いやけどみんなはどうなんっていう、こういう感じの動画撮れたらいいかなと思います。はい、それではですね、あいにくの悪天候、地味な小雨と地味なね、まだ喉が微妙ですけど、このまま撮影していきたいと思います。それでは皆さん、いやー、よろしくいってきましょう。はい、ということでですね、バラナシを歩いていきたいと思います。バラナシをね、歩くんだけど、まあね、別に、まあ、歩いてるだけで嫌いになるなんてことはね、みんなないと思うんやけど、まあ正直歩いてるだけで嫌いになりそうなんよね、このインドって。まあそこが好きな人は好きなんやろうけど、まあ俺はそうでもないかなっていう感じでございます。 Hey, what's up? Hi. Hello. ああいうのは好きでございます。まあでもね、じゃあどういうとこが嫌いかって言ったら、まずその1、まあこう見てもらったらわかるよね。一応まあモザイクかかってると思うんですけど、インド嫌いな理由その1、うんち落ちすぎ。落ちすぎ、わかりますよ。俺も海外級 YouTuber としてね、いろんな国行ってるから、いろいろね、うんちとかそういうのがね、落ちてる国なんていうのはたくさんありますよ。俺の大好きな国フィリピンだって、犬のうんちとかもうそこら中に落ちてますよ。だからね、そのうんちは落ちてること自体はいいんやけど、うんち落ちすぎ、落ちすぎなのよ。今ね、ここにも あるの。こことそのトンネル通ってきたやん今。そのトンネルの中にもうんちあるよ。もううんちがね、落ちすぎなの。そう、臭いの。あとね、でかいの。そう、でかいの、うんち。これなんでうんちでかいって思う？ここにさ、犬がいるやん。ね、うんちがでかい理由はね、一つしかない の。それはね、こいつなの。こいつ、こいつでバイクのさ、ハンドルで首をかいちゃうもんね。だってこれすごいよ、すごい痒いんだろうね。おう、ゲロ、すごい国でしょ。今俺目の前にね、牛がいるのよ。ほら、でこれってインドのさ、すごいところやん。だからみんなもすごいなって思うと思うんだけどさ、インドの嫌いなところもう一つ目、牛がね、これ存在感あって通れないの。みんなね、牛を今この映像で牛が出てきて、えーってなるでしょ、すっごーってなるでしょ、わかる。俺も最初牛やーってなったんやけどね、ね、聞いて、臭いの。牛めちゃくちゃ臭いさ。牛だけが臭いならまだいいけどさ、牛が臭いも落としてくから、もう街が臭いの。もうそこ嫌なの俺、もう本当に。しかもね、もう俺本当に、俺今多分これまで行った国で一番嫌いな国がインドやから、あれもうめちゃくちゃ出てくるんだよ、嫌いなとこ。嫌いなとこの理由3つ目、昨日ですね、インドバラナシ、雷雨だったんですよね。つまりもう雷ゴロゴローってなって、で雨降って、で停電したんですよ。もうそんぐらい雷雨になっちゃって、まあ結局ね、雨止んで、まあ、地面、まあちょっと水たまりがあるなっていう感じなんですけど、まあこんなの普通にあるやん。まあみんなこれがどういうことかわかるかな。街中に落ちたうんちが雨に流れて、うんちのお水がもう敷き詰められてるってことですよ。はい、わかりますか。そういうことですよね。はい、もう僕このサンダルは帰ったら捨てたいと思います。あ、でも人はすごい綺麗。はい、でもね、街中はね、まあね、こんな感じだよね。あそこにほら、子供たちもいて楽しそうですね。
あれこれどっち行くんだ、こっち、これ道なのかな。あ、もうこれもうんちですよ。ここもうんち道ですね。最悪な道来ちゃったよ。で俺さ、インド人がやべえなって思うのがさ、こんなにさ、やばい、左足を踏み出す先にうんちがない、道がない。多分踏んだわ、もう無理や。うでっけえうんこあった。やめやめやめ、はい、ちょっとうんちやばすぎたんでね、別の道を通ってなんか適当に行きました。まあ、インド人のねすげえなって思うところは、ああいう道を裸足で余裕で歩くおばちゃんたちめちゃくちゃいるとこやね。こんなん言っていいのは分からんけどさ、足絶対臭いやろうね。逆に臭くないんかな、なんか逆に臭くないんじゃない。なんか日本人の足臭いやつみたいで言うけどさ、もうなんかインドってその常識をぶっ飛んで逆に臭くないまでありそうなぐらい。ちょ何言ってんやろうな俺。ちょもうちょっと歩いてみます。ほら今目の前にいる女の人たち、この隣の人も裸足じゃないですか。分かります、みんな裸足なんですよ。で特にね、ああいうなんかインドっぽい服着てる人たちはなんかみんな裸足が多くて、そういうやつなんかな知らんけど、もうそのままね、うんちしかない道に突き進んでおりますけども、どうするんやろうね。でもしかしたら牛ってインドだとなんか神聖な神の使いの生き物みたいな、なんかそういうやつらしいんですよ。そうそう、だからワンチャン、まあ、うんち踏むのもいいみたいな感じなのかな、知らんけどね。いいね、クリケットやってる。クリケットってみんな知ってますか。自分もね、タイで出会ったインド人の人とやったんだけど、インドの超有名な、お、危ない、スポーツです。まあ野球みたいな感じやね。あれ楽しかったな。おぉ、ふぅ、危な、ふぅ、おぉ、危な、すげえな、人いるとか関係なしやね。おじさんも当たっても無反応やんけ。いやなんか話しててさ、指輪かっこいいねって普通に言ったらさ、はい、ギフトって言ってさ、指輪を優しいね。 Thank you. No, 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 it's yours, yeah? No problem, we are friends. Thank you, thank you. Wow, what do you think? Looking good. Looking good? Thank you. What do you do here? Traveling. Traveling?あれなんかめっちゃ囲まれた。すげえで、今すごいことになってるで。行くよ。あれなんか俺の高校の先輩の石橋さんに似てる。ねえねえねえ、詐欺っぽい。あれ、悪い顔してる。あ、まあ、そっち。悪い顔してる。これ取ろうとした。あ、まあ、そっち。これ取ろうとしたでしょ。いらないいらない。やめて。ボディマッサージ。ボディマッサージ。やめて。ハイマッサージ。いらない。ハイマッサージ。やめて。触らないで。中で。触らないで。今のすごかったね。握手してって言って握手するやん。握手したらもう今このもらった指輪すごいね。第二関節の先まで行ったねこれ。うお、今の嫌だったな本当に。まあやってね、指輪じゃなくてもあの後ね、どうせお金を取ろうとしてくるから、どっちにしろ嫌いですね。あ、俺とこれビデオなんだけど。すげえ。 I know him. He say you want blessing? What's that? Blessing, blessing. なんか怖いんだけど。すげえ神様みたいな。うわ、なんかいきなりインド人になっちゃった。 Look, is it good? Good. Okay, okay. Handsome man. Handsome man. Yeah, 메이 갔나? 야와.
तुम्हारा नहीं ले रहा है बड़ा व्हाट ही सेड नो प्रॉब्लम ओके ही सेड ही थिंक्स सो यू टेक पिक्चर ही कमिंग टू कैच यू कम पास माजी दे अरिगातो थैंक यू नो प्रॉब्लम ब्रदर यू आर माय ब्रदर ओह थैंक यू माय फ्रेंड मदर はい、インドの嫌いなとこその6ぐらい俺の今一緒に回ってる前の黒い T シャツの子には詐欺師にね話しかけられすぎてああいういい子ですらちょっとね 100% で仲良くなれないこれはマジで良くない本当に風情ライフが一番好きなのはいろんな人と関わるとこなのになんか 98% の信頼ぐらいじゃないといけないとこそれが怖いとこですはいということでですね今その子に連れられその子がやってるお店まで来たんやけどだからね疑ってしまうよねこれは買わされるっていうやつなのかだから逆に買わないでみたらどうなるのかちょっとやってみよう、結構綺麗だねMaybe not Maybe I don't buy Yeah, what's goodお疲れ様です本日はインドの好きな気持ちがあんまり芽生えていない風ライフがなんでインドあんまり好きじゃないかっていう点をね皆さんに見せた動画になります皆さんねこれを見てどう思ったでしょうか、別にですねインドを皆さんにね嫌いになれとかそういう動画ではなくて、まあ、インドの現状を見てそのままリアルを届ける風ライフですのでこのまま皆さんに判断してもらえばいいかなと思いますそしてですね今日はね最後に知らないスカイって呼ばれる男の子と出会ってなんかめちゃくちゃよくわかんない場所を連れて行かれたんですよでね別に顔が顔甘いがどっちでもいいよっていう話で連れて行かれたんでまあ正直ね、買ったんですよね自分のねお母さんにお土産として買ったんですけどもだからまあそれはね自分の意思で買ったものなのであのスカイくんがいい子なのか悪い子なのかあれを見てね悪いことは思いませんね、そしてですねあの後スカイくんとねよくね撮影終わりにご飯食べるようなようになってスカイくんあの子がいい子なのか悪い子なのかっていう判断なんですけどもまあ俺にねぼったくりをしてくるとかなんか嘘ついて騙してくるとかはそんななくてそんな悪い子ではないのかなと思ったんですけどスカイくんねすごいなんかめんどくさくてめっちゃ喧嘩するんですよ昨日はねぼったくられたインド人と喧嘩しだしてその前はねなんかヒンドゥー語で何言ってるか分かんないけどインド人と喧嘩しだして止めてたらバラナシのポリスステーションに僕も連行されたりなんかもうめっちゃ大変やったよね、まあ、やんちゃないいやつではあるのかなと思うんだけど、その昨日ぼったくられたお金なんかよくわかんないけど結局なぜか俺が払うことになったりとかまあなんかお金には困ってるのかなと思いましただからねインドはねいい人も、まあ、こんぐらいいて悪い人がもうこんぐらいいるんですよはいだからね誰を信じるかまあとりあえずトゥクトゥクのおじさんは誰も信じてはいけません全部ウーバーで行きましょう10割詐欺師だと思いますということでですね今回はね僕がインドのあんまり好きじゃないなって思う面を皆さんに見せてきたんですけど詐欺師がいっぱいいたり道にうんちが落ちてたりまあなんかいろいろ見せてきたと思うんですけどどうしても日本人として一番ちょっと理解できないインドの良くないなと思う部分がありますただしねこれは文化でありその国特有なのであんまりねどうこう言えるようなものではないんですけども僕もね一日本人として日本人の文化とか価値観を持ってるわけですよはいまあそんな感じでですね日本人がこのインドに来てどうしても我慢できないものこちらですねよく聞いてくださいうるさすぎるでしょで見れなくなる人もいるかもしれないんですけども亡くなった後、火葬ということでここが火葬場で今真ん中でめちゃくちゃ燃えてるところはもう今実際に行われてるところです7回遺体の周りを回っております親族が今目の前で人が焼かれ始めています